緊急拡散希望でお知らせします。ホームセンターで猫の毛玉を除去剤を購入しました。うちの大事な子は秋になると毛玉で食欲が落ちるからです。ネットで調べてみましたが、難消化性の油ということで胃の中の毛玉をほぐして便に出すだけなので安全性は高いとのことでした。毛玉が出るまでと書いてありましたので、飲まし続けても便に毛が混じってはいるものの一向に毛玉なんか出てこない。2週間くらいして飲ませた時にうちの愛病はゲッと泡を吹いて、その日を境にお水を飲んでも吐くようになりました。かわいい大切な愛病の健康を願って飲ませたのに、うちの猫はたまたま胃の弱い猫だったようです。闘病しましたが、水を飲んでは吐き、水のようなよだれが止まらなくなり脱水して死んでしまうことになりました。飼い主さんへの警告です。猫の毛玉吐きは完全には安全なわけではありません。長期服用は避けてください。緊急拡散をお願いします。皆さんの動画リストに加えてください。皆さんの動画リストに加えて拡散してください。新たなる犠牲を出さないため拡散してください。よろしくお願いいたします。